8月の歌唱会田町蔵屋敷で、はい、お笑いトップバッター、はい、佐藤ちゃん、はい、どうぞ。だから苦労話してんだな。そうだよ、分かった、ありがとうございます。ほんでね、どんな俳句だかっていうのね、はい、持ちつきや骨取り母は野良もの、持ちつきや骨取り母は野良もの、っていうの。餅つきっていうのは季語で、暮れから1月に関して冬の季語になりますね。骨取りっていうのは、こうペタッペタッこうするときにこうやってこうやる人、あれを骨取りっていうんだってね、よくうちの母ちゃんやってた。でうちの母ちゃんにね、あんまり上手じゃねえんだ、私なんかもっと上手だったらできねえんだ、だけどその母ちゃんのことを思い出して、はい、優先した。佐藤ちゃん、偉い、はい、大変な感じということで、あれは鍋かけ餅つきだっていうやつ。鍋かけでもね、鍋かけでも箸の段か違うよ、違う違う違う、しなだろう、あれはカラスネから始まる。カラスメが来たらぼっこちて弱い音、二度と止まるまい鐘聞こえだに、はい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 、っていうな、ね、皆さん
危なそうなところは行かないようにしましょうね。はい、ということでさきちゃんのお話はこれで終わりです。ありがとうございました。だから入ってみます。Yeah.
それではまずまっすぐ上に手を上げて、はい、30度開きます。はい、また30度で真横に、地球の真ん中から宇宙の真ん中へ、光の柱が立つ。この柱の中にコロナウイルスのいない爽やかな空気がいっぱい入りました。 1,2,3,4,5,6,7